毎度秋吉です。今日の動画はですね、僕の地元埼玉県加須市にカレーの神様と言っても間違いないという僕の知り合いのルンバさんという方がいらっしゃいまして、でそのルンバさんに情報をいただきました。ここはですね、埼玉県熊谷市、はい、そっちにねスリランカ料理、本格的なスリランカ料理がめちゃくちゃ安い値段でたらふく食えるお店がある、そこ行ってきてみてよということで今日は来てみました。埼玉県熊谷市にありますこちらのお店です。ダーン、グランドセイロンさん。はい、グランドセイロンさん来てみました。こちらのお店ね、なんとランチ1100円税込みでめちゃくちゃ食べれる、あのバイキング方式あるということで今日は来てみました。ルンバさん、本当に美味しいんですか？早速行ってみたいと思います。レッツゴー。看板にはありますね、ランチバイキング1100円と。どんな内容なんでしょうか？安すぎませんか？店内に入ってみて、まずはグランドメニューを見てみましょう。なになに？スリランカ料理自体あんまり詳しくないので名前だけだとどんな料理なのか分かりませんが、種類は豊富にありますね。お、出てきた出てきた、ランチバイキング平日1100円とあります。ではこちらを頼んでみましょう。バイキングですからね、お皿を取って自分で盛り付けていくスタイルです。なになに？いろいろありますね。それぞれがどんな味のする料理なんだか全く分かりませんので、見た目で予想して取っていくしかありませんね。それにしても美味しそうな感じ。お、スイーツまであります。秋吉のプレートはこんな感じにしました。こんなに種類があって1100円は安いっすね。ターメリックライス的なのから、ビーフを使った料理に野菜を使った料理、豆のカレーですかね。すべてが謎ですが、そのすべてから美味しそうないいスパイスの香りがしています。それでは早速いただいてみたいと思います。まずはこのビーフ的なやつからいってみますかね。どうなんでしょうか？デビルビーフって名前の料理みたいです。うわー、こいつは激辛や。ビーフの旨味がふんだんに出ていますが、こいつは辛い、辛いの苦手な人は一撃でノックアウトでしょうね。うん、いきなりこの辛さはやばい。よし、少し口の中を整えたところで、お次はこのチキンのやつをいってみたいと思います。うん、こりゃ美味しい。唐揚げと野菜の炒め物みたいな感じっすね。おーしょしょし、この調子でいきますよ。お次はこちらの豆カレー的なやつをいってみたいと思います。はいはいはい、辛さは全然なくて、豆のコクとスパイスがいい感じに混ざり合って美味しい。これは秋吉的にハマりそうなうまさです。そしてお隣に襲ってきた、これまた豆のカレー的なのをいってみます。はい、こちらも先ほど同様、コクがあって美味しい、辛さはありませんね。なるほどなるほど、カレー類美味しいですねこれ。そしてこちらのオイリーなターメリックライスはどうでしょうか？うん、ナイスインディカ米でうまし。グランドセイロンさん安くてうまい。はい、ということでグランドセイロンさん来てみました。ルンバさん、俺は一体何を食べたんだかよく分かってないけど、全部美味しかった。本当にあのね、ポーク、あのデビルポーク、めちゃくちゃ辛かった。本当に辛かったっす、あれ。ちょっとね、まあ辛いのはいけない方でもないんですけど、あれはもうね、めちゃくちゃ辛かった。本当に最初に言っちゃったもんだから、口の中がもうしびれちゃって大変でした。でね、あとチキン、フライドチキン、あれめっちゃ美味しかったっすね。あれは何なんだろう、ちょっと中華っぽいかな。はい、あ、まあ美味しかったっす。はい、あとね、あの豆のカレー、あれも美味しかったし、なんかちょっとココナッツが効いたカレーっぽいのも美味しかった。はい、ということでね、何を食べたか分かってないですけど、これが本格的スリランカ料理なんですね、ルンバさん。はい、まあでもね、めちゃくちゃおすすめでした。1100円でこのクオリティの味が食べ放題ってのはちょっと大丈夫、値段的にめちゃくちゃお得感満載ですよ。はい、ぜひ皆さん一度埼玉県熊谷市にありますグランドセイロンさん来てみてください。おしゃれな感じじゃないからね、スリランカ本格的なやつめちゃくちゃうまいから、俺は絶対また来るよ。今週もザカズ HM TV ご視聴ありがとうございました。みんな風邪ひかないでね、インフルエンザとか気をつけてよ。来週も見てね。 Thank you。
今後も僕の周りの楽しい人や楽しいことを紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ